ドラえもんのび太と緑の巨人伝は2008年3月8日に公開された日本のアニメ映画。映画ドラえもんシリーズ通算第28作。第32回日本アカデミー賞優秀アニメーション作品賞受賞作。第2期の映画作品では原作のリメイクでない初のオリジナル作品であり、旧シリーズ、のび太のワンニャン時空伝、以来4年振りの完全新作である。 原案は、天灯虫コミックス、ドラえもん33巻収録の短編、さらばキーボー。地球の植物を自分の星に移住させ、地球人を根絶やしにしようと企む、植物型宇宙人の計画を阻止しようとするドラえもん、のびたれの活躍を描く。予告編と実際に上映された本編の映像とでは、異なる部分があり、予告編に登場した空飛ぶ乗り物、 スカイリーフは映画では登場しない。映画のシナリオを漫画化した作品、映画ストーリードラえもんのび太と緑の巨人伝が岡田康則によって執筆され、月刊コロコロコ,ロコミック2008年2月号、3月号に掲載、同年3月に描き下ろし30ページを加えた完全版として単行本化されている。また、本作を元としたゲーム、 ドラえもんのび太と緑の巨人伝 DS も発売された。こちらは、前作のようなカードゲームではなく、横スクロールアクションゲームである。映画のエンドロールが終わった後には、前作と同じくおまけ映像があり、その中で2009年にも映画が公開されることが、ドラえもんによって発表されている。一瞬だけドラえもんと共に、ドラえもんのび太の宇宙開拓士に登場したチャミーが、現れ、 宇宙空間を漂う映像になる。2009年2月6日にテレビ朝日開局50周年、記念番組の50時間テレビの一番組として、初めてテレビ放送されたが、放送時間の都合上一部の場面がカットされた。ある日のビタは、裏山にあるゴミの不法投棄された場所で小さな苗木を見つけ、家に持ち帰る。しかしママには、庭に植えてはいけないと言われてしまう。 困ったのび太が、ドラえもんに相談すると、ドラえもんは秘密道具の植物自動回帰を取り出す。これを植物にかけると、どんな植物も自由に動けるようになるという。早速駅をかけた次の日の朝、自由に動けるようになった苗木に、キーボーとのび太は名前を付け、弟のように可愛がる。ママたちとも、打ち解け合い、キーボーはやがて、のび家の家族となっていく。しかし、 裏山で発見された謎の物体を追っていくうちに、植物が宇た人たちが住む惑星、緑の星に迷い込んでしまったドラえもんたちは、地球の植物をすべて緑の星に移住させるために、地球の人類を根絶やしにするという恐ろしい企み、地球人絶滅計画を知る。緑の星の女王であるリーレと出会い、彼女の手を借りて地球へ戻ろうとする一同だが、 大臣のシラーは絶滅計画の切り札である緑の巨人を復活させるための生贄としてキーボーを誘拐した。計画に反対する長老寺の助けで何とか地球へ戻ったドラえもんたちだったが、地球全土はすでに緑兵の侵攻を受けて緑に覆われてしまっていた。人類は滅ぼされたかに思われたが、緑の星へ飛ばされた際に、 ドラえもんのポケットからこぼれ落ちたタンマウォッチの効果で地球全土の時間が停止していることが発覚。まだ計画を止めるチャンスがあると気づいた一同は緑の巨人復活を阻止するべくキーボーの救出に向かう。のび太の呼びかけにより生贄にされる寸前で脱出したキーボーだったが彼の目の前にはかつて一緒に遊んだ女の子の持ち物であるジョーロが落ちていた。 女の子が死んだと誤解したキーボーの悲しみと、怒りは緑の巨人を覚醒させてしまい、ドラえもんたちは、愚かシラーたち緑の星の住人も緑に飲まれていく。かろうじて意識を取り戻したのび太に、リーレは怒りをぶつけるが、のび太は、ただひたすらキーボーを救い出そうと尽力する。その姿に心打たれたリーレも協力し、キーボーは緑の巨人から解放。その影響で、 緑の中に囚われていたドラえもんたちやシラーも解放される。暴走した緑の巨人は緑の星にも壊滅的な被害を与えており、土砂に覆い隠されていた戦争の痕跡が露呈する。シラーは緑の星もかつて人類と同じ過ちを犯していたことを知って計画を公開し、伸びたとキーボーの関係に希望を見た長老。ジーは、 最後の力で滅びかけた両星を救う。のび太と和解したリーレは、人類に時間を与えることを議会に訴え、ついに人類絶滅計画は撤回された。同時に、のび太た,たちは、キーボーの言葉を理解できるようになる。長老爺の後を継ぐことを決意したキーボーは、緑の星に泊まることを決意し、のび太に別れを告げて去っていく。その夜、 帰宅したドラえもんと伸びたの様子に全てを察したパパとママはあえてキーボーの行方を問いただすことなく二人を温かく迎えたのだった。今作では子供が声優として声を担当しているがこれは監督の渡辺の要望によるものである。渡辺はこれまでの映画ドラえもんにおける長編のパターンではない形で何か描けないかと今後手掛けてみたい作品として以前より上げていた 伝統虫コミックス、ドラえもん12巻収録の短編、幽霊城へ、引っ越しを原案とした企画を進めていた。しかしフジコプロより、さらばキーボーが提案され、緑の巨人伝の制作がスタートすることとなる。幽霊城へ引っ越しは映画化されなかったものの、渡辺が絵コンテを担当し、テレビシリーズという形で制作された。制作当時、 ドラえもんへ対しストイックになっていた渡辺は、ドラえもんはこうあるべきという自身の主張とエコロジーをテーマとするにもかかわらず安易な本作のプロットやシナリオと相入れることができず、反発心が拭えなかったという。結果として決定項がまとまらないまま、スケジュール的な理由と相違で、渡辺はエコンテの作業へ突入することとなった。反発したその主たる理由の一つが、 本作の原案となる、さらばキーボーで渡辺が注目した、のび太とキーボーの関係であった。キーボーは言葉を話さない植物の擬人化であり、人と緑をつなぐ存在である。しかし、そこでドラえもんの道具を使い、キーボーと同じ木々を変形して遊んだり、森や土の気持ちを理解するという描写をすれば、キーボーの存在する意味がなくなるだけでなく、キーボーが、 ラストで発言する内容にも説得力がなくなるというのが渡辺の主張であった。そのため映画と映画ストーリー、さらにはゲームで、それぞれ展開や描写に違いが多く見られ、特に中盤からエピローグ直前までは大部分が異なる。例えば映画ストーリーでは、後半に暴走した植物型宇宙人のシラーたちを明確な悪役に位置づけ戦いを繰り広げている。 一方で、映画は、地球だけではなく彼らの母性である緑の星にも、大規模な被害が出てしまい、シラーが己の愚かさを悟るという展開になっている。テーマも、環境問題を火種とした、戦争の物語へと移行する映画と違い、映画ストーリーは一貫して、動物と植物の共生について、クローズアップがなされている。作中では、キーボーをはじめ植物に対し伸びたや、 登場人物たちが水を与える場面が繰り返し強調されているほか、靴がたびたび小道具として登場する。渡辺は二人の関係の象徴であり、植物なのに動けるということの象徴に位置づけている。のび太と,とキーボーの関係に作品の重きを置いた結果、便利な道具を使って科学大生物の勝敗をつけた地球を守る物語にはどうしてもしたくなかった。渡辺は エコの前に考えることがあると、戦争に対する思いや、みんなは何をもって、大切なものを守るのかという部分に時間を割き、描いていく方向へと進めていく。だがクライマックスに近づくほど、物語は、戦いの帰着点で折り合いをつけなくてはならなく、なっていった。前述の通り勝敗の白黒をつけた物語には、したくなかった渡辺には、 藤子 F が、さらばキーボーでもその場で結論を出さず、時代につないだ問題を、映画で、具体的に答えを出すことがもはや困難であった。そんな中、渡辺は、演出を、感じてもらう方向へ舵を切ることを決断する。それは、意図的に説明を抜いて、奇妙なシーンでぼかし、抽象的となった描写から一つの結論に絞り込まず、どんどん広げ外に放つというものだった。 感じてもらう作品となったことで、初号死者は誰にも意味がわからず、凄まじいいものだったという。一番それを理解していた、渡辺自身は本作を指し、世の具作というのは、こうしてできていく、打作と評しており、同時に、これで二度と、ドラえもんの監督をやることはないなと思ったという。後年の、怪獣の子供に関するインタビュー内では、 本作を見る人に解釈を委ねる作品とインタビュアーが位置づけたことに対し自分が悩みながら作っていく過程で結果的にそういうあり方を見出した映画を作る喜びと同時に映画の厳しさも教えられた作品としているライターの小黒雄一郎は渡辺へのインタビュー記事内でしょっぱなから非常に曖昧なまま話が進んでいってラストで その曖昧さがピークに達するというかつてない映画と評しており、怪獣の子供は緑の巨人伝を思わせる作品だと言っているファンもいる、とも発言している。ドラえもん春休みスペシャルもう一つの緑の巨人伝は2008年3月28日に放送されたテレビアニメドラえもんの特別番組。もう一つの緑の巨人伝、キーボーが恋をした、及び ジキルハイドの3作品からなる。ドラえもんのび太と緑の巨人伝と関係する2作品について説明する。登場人物は以下の通り。ドラえもん映画作品、ありがとうございます。